オグッドラック。こんにちは、ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。なんてことだ。どうしたのよ魔理沙、大きな声出して。なんだってもクソもないぜ。政治家女子48党の仮処分について結果が出たんだぜ。何よそれ。霊夢は政治に関して興味ないから知らなくて当然だぜ。しかし、この気持ちを叫ばずして、どこで気持ちを発散させればいいか。私はそんなに賢くないぜ。魔理沙がそんなになるぐらいだから大きなことが起きたことはわかっているけど、そんなに大事なの？いや、この件で直ちに問題は起きないが正直、感情的には早く終わってほしいと、思っていたぜ。なんだか興味が湧いてきたわ。そうだろう、では解説していくぜ。NHK をぶっ壊す。さて、政治家女子48党のことについて霊夢は初心者だから詳しく解説していくぜ。わかりやすく、お願いするわ。まずは政治家女子48党の概要についてだが、政治家女子48党、政治家女子48党は、日本の政党、日本放送協会 NHK のスクランブル放送化の実現を最大の公約に掲げる単一論点政党、公職選挙法上の略称は政治家女子、党本部は千葉県船橋市に置かれ、政治資金団体はホリエモン新党、諸派党構想により、関連の同盟や類似名その他の政治団体がある政党だぜ。なんだか、どこかで聞いたことがあるような。あ、そういえばマツコデラックスを攻撃してた人じゃない？そうだぜ、かなり昔のことになるが概ね霊夢が言ってる政党で間違いないぜ。その政党がどうしたのよ？現在代表権問題で内紛している最中だぜ。え？どういうことよ？簡単に説明すると、 QNHK 党のガーシーさんが参議院議員を除名された時、その件について責任を取る形で NHK 党の党首を辞任したんだぜ。ふん、政治家としては潔いって感じね。その際にこの国政政党になった政治団体 NHK 党も党名を変更することになったんだぜ。それが国政政党政治家女子48党なんだぜ。はぁ、なんだか秋葉原でアイドルしていそうな政党ね。霊夢が言ってることもあながち間違いじゃない。政治家女子48党は実際に元 HKT48 の山本真央さんも立候補者を出してるぜ。へえ、そんな政党がどうして問題を起こすのよ。立花党首から新しい党首大津彩香さんに代表権が移った後にトラブルが起きたんだぜ。何があったのよ。これを説明するには立花さんの NHK 党について説明しなきゃいけないが、そもそもこの国政政党の NHK 党は立花党首の類稀なる手腕によってできた政党なんだぜ。すごい人なんだね。そうなんだぜ。これについては多くの人が認めているし、大津彩香氏もこのことは認めているぜ。たった一人で始めた活動が多くの人の支持があり、結果国政政党までに押し上げられたわけだが、その際に立花党首は他の政党のように献金を受け取らないことを何度も強調して活動していた。なんでよ、活動するのが大変でしょう。それは現在様々ことによって苦しんでる人からお金をもらうことに疑問を持っていたからだぜ。政治家として活動するなら YouTube だったり、政党助成金からお金をもらって政治活動をするべきだと、立花党首の動画で何度も触れられているぜ。なんか珍しい政治家なんだね。そんな中、党首を辞任したわけだが、辞任した直後ある動画が物議を呼んだんだぜ。何よ。簡単に言うと、政治資金パーティーを大津彩香さんと当時の幹事長黒川敦彦さんが開催することを、動画にて告知して寄付を募ったんだぜ。え？何よそれ、寄付はやらないんじゃないの？そうだよな、その件で立花党首はこの二人に対して怒ったんだ。当然よね、初めから守っていたことをないがしろにされたら怒って当然よね。そうなんだぜ。そして、一番の問題が起こる。当時の政治家女子48党はいろんな方からお金を借りていたんだぜ。借金をしてたのね。そうだぜ、これは立花さんの会見にて発言されていたが、 QNHK 党の債権者は、立花党首の活動に対してお金を貸してくれた人たちなんだが、このトラブルを機に党に対してマイナスの情報が出回ってしまったんだ。これは先の政治資金パーティーの時にも触れられているが、政治にはお金がかかるとか、黒川さん自身借金の返済が難しいなど様々なマイナス発言によって、取り付け騒ぎ問題が起きたんだぜ。なるほど、お金返せっていう人が大量に出てきたのね。その結果、党の代表権をめぐった類のみない党内紛が起きたんだぜ。なるほど、それでこの二人が対立してるってことなのね。NHK をぶっ壊す！最初は取り付け騒ぎを終結させるために大津彩香さんは、現在の政治家女子48党の代表の立場を退くことを、緊急会見の際に宣言していたぜ。え？辞めるって言ったの？そうだぜ、それもこの内紛のかなり序盤で辞職する旨を生放送で宣言しているぜ。じゃあ問題はすぐ終わってるじゃない。そうじゃないんだぜ、その宣言の後、大津彩香さんは代表権を渡さず、立花党首の不正会計問題を指摘して代表権を譲らなかったんだぜ。は？そうなるのも当然だよな。また大津彩香さんはこの内紛の際に、最低でも2回以上は公式の場で代表の地位を辞職する発言をしているぜ。は？え？は？ちょっと待って、この人政党の党首よね？そうだぜ。そんで、公式の場での宣言したのよね？そうだぜ。でなんで、辞職してないの？ごもっともだぜ、言い返す余地がないぐらいな。霊夢にはとっておきのことがまだあるぜ。何よ、
大津彩香さんは債権者に対して何の説明をしていないぜ。は？内紛が激化するにあたって、大津彩香さんは債権者の人たちに対して、どういった形で債権を返済していくのかは一切触れられていないぜ。それって大津彩香さんは立花党首に、最悪の状況そういったことも考えられるぜ。待ってよ政党でしょ？なんでこんなことになるのよ？何がと言っても立花党首は取り付け騒ぎが起きた瞬間、迅速な対応をして、大津彩香さんに辞職をしてもらい、次の代表に斉藤健一郎くんを添えようと迫っただけだぜ。誰よそれ？ホリエモンの秘書だった人だぜ。なんとなく、すごい人ってことはわかったわ。現在は政党の代表者は形式上は大津彩香さんとなったままなんだぜ。それじゃ債権者の人は気が気じゃないわね。その通り、もっと言うと大津彩香さんはスペースの内でこんな発言もしているぜ。これって支援で党首のままでいけるってこと？そういった考察も多くツイッターにて多く見られるぜ。それで、結果大津さんはその借金をどうするつもりなの？結局、探してみたが大津さんが債務者として債権の返済を行うといった発言や、そういった返済する行動を見つけることができなかったぜ。は？じゃあ、バックれる可能性はあるとだけ言っておくぜ。代表権を受け取って債権は私は受け取りませんって言ってるの？大津さんを支持しているツイッターアカウントでは立花個人が不正会計をしていたんだから。そもそも10億の債権は立花個人のもので、大津彩香は関係ないと発言しているぜ。それを言い出したら、賃貸とか借りられないんじゃない？その通りだぜ。現実にも商品を購入する際に不動産を借りる際、いろんな不利益を被ることが多々あるが、これを言い出したら本当にキリがないぜ。そもそも、両者合意の下で契約を進めていたが何かしらの錯誤あって契約が成り立たない場合、一般論だが、契約をなかったことにすることは多くの場合行われていることだぜ。一般で言うキャンセルしてくださいだな。私も時々予約をキャンセルしたりしてるわよ。そんな感じで、私が大津さんに言いたいことはそもそも自分にとって錯誤があったのなら、すぐにでも投資をやめて再起を図ればよかったのに、国政政党の投資としての座に座ったまま、今も不安に思っている債権者をないがしろにしていることは、やっぱり、一人の人間として見ていて悲しいところはあるぜ。どうにかならないものかしらね。どうにもならないだろうな。私がこの内紛を見ていて思ったのは一番は国政政党とは民主主義の根幹にあたるものだぜ。その国政政党を支持している人に対して今回のような不利益を被らせていることは、本当にあってはいけないことだし、早急な事態の回復を心から願っているぜ。本当にその通りね。うぷ主は大津派の人とも話し合いの場を設けて話す機会があったりするが、話にならないものもあれば、ちゃんと会話できたりすることもあるそうだぜ。そうなのね。だから、本当に当事者間の問題だけではないことは今回の動画を作る上で一番言いたいことだったらしいぜ。早い解決を願っているわ。今回の動画を見てくださった方の中にも意見がいろいろあると思うが、そんな人たちにもなるべく返信していくようにしていくので、面白いと思った方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、平洋グッバイ。